はいどうも、カパンチョ、アルパカ系 YouTuber、カッパです。今回は、ライトノベル作家、渋沢圭一先生についての紹介動画です。しぐれ沢ではありません。しぐさわです。しぐれ沢と呼んだ人、正直に手を挙げてください。私です。すいませんでした。では、なぜそのように読むのか、ペンネームの由来は、後ほどお伝えするとして、代表作には、昨日の旅シリーズ、アリソンなどの一つの大陸の物語シリーズ、そしてソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインシリーズがあります。いずれもアニメ化されている大人気作品でございます。私は昨日の旅大好きです。アニメではソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインを視聴しました。いやもうね、どれも面白いのなんの。それにご存知の人は多いと思いますが、もうね、渋沢先生、重火器への知識とこだわりがすごいのさ。先生の作品を見て銃の基礎を学んだのは私以外にも多いはず。さて、それら名作を生み出した渋沢圭一先生、一体どんな人物なのでしょうか。見ていきましょう。なお、この動画は Wikipedia 2020年4月5日時点での記事を参考に作成しました。今回はその中からいくつかかいつまんでお伝えするのと、私の意見や感想なんかも交えながら紹介させていただきます。よろしくお願いします。まず渋沢圭一先生は2000年に第6回電撃ゲーム小説大賞で最終候補作に残った昨日の旅が電撃 HP に掲載され作家デビューされました。ここで先生が手掛けた作品とその年代一気に発表していきます。以下の通りとなっています。昨日の旅2000年、学園機能2006年、一つの大陸の物語シリーズからはアリソン2002年、リリアとトレイズ2005年、メグとセロン2008年、一つの大陸の物語アリソンとビルとリリアとトレイズとメグとセロンとその他2013年。男子高校生で売れっ子ライトノベル作家をしているけれど、年下のクラスメイトで声優の女の子に首を絞められている。2014年。ソードアートオンラインオルタナティブ、ガンゲイルオンライン。2014年。があります。共著作品では、撲殺天使ドクロちゃんです。2006年。電撃コラボレーション、マイ・イマジネーション。2008年。電撃コラボレーション、MW 号の悲劇。2008年。があります。また、小説系絵本も書かれており、お茶が運ばれてくるまでに、A Book at Cafe 2010年。夜が運ばれてくるまでに、A Book in a Bed 2010年。答えが運ばれてくるまでに、A Book without Answers 2011年。などを手掛けておられます。ちなみに、2000年に刊行開始された大人気シリーズ、昨日の旅。は2003年にアニメ化され、2017年にも昨日の旅 The Beautiful World The Animated Series が制作されました。2002年に刊行開始された一つの大陸の物語シリーズからはアリソンとリリアとトレイズを原作としたテレビアニメアリソンとリリアが2008年に放送されました。さらに2014年に刊行開始されたソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインは2018年にアニメ化されました。小説もアニメも大成功、電撃文庫における花形作家。次はそんな大人気作家の渋沢圭一先生の人物像に迫っていきましょう。渋沢先生、もともと小説家には憧れがありましたが、夢のような話だと思っていたので投稿などはせずに大学を卒業されました。その後、就職活動を1年間しますが、全く成果がなく、金銭面などからむしゃくしゃしていたところ、たまたまライトノベル作品の募集記事を見つけます。その当時、電撃文庫のブギーポップは笑わないにも触発されたこともあり、10年以上前から考えていたという、昨日の旅の原型となる短編を執筆。これをいくつか連ねて長編として投稿したというのが伝説の始まりでございます。この作品が編集の目に留まり、そしてデビューされました。当初は別の仕事もなく生活も苦しかったので、一人部屋にこもりっきりで一巻では描けなかったエピソードを執筆して、
執筆してはすぐ編集に送っていたとのことです。はい、ここで気になるペンネームの由来を発表いたします。シグサワのペンネームは重機ブランドのシグサワから取ったものであるとのことです。重機ブランドですよ、銃のブランドです。なんてこったい。ここからも先生のガンマニアさが伺いますね。なので趣味に関しましてはバイク好き、ガンマニア、軍事マニアであるとのことです。またアメリカ留学経験もあり、拳銃、それこそシグサワー P226 を実際に所有されていたとのことです。またカラオケで歌うのはアニメソング中心というほどのアニメや漫画、ゲーム好きで、本人曰く最も長い趣味ということです。また銃器が出てくるシーンのイラストでは、自身が実弾入りの拳銃を暴発させてしまった経験から、発砲するシーンを除いて引き金に手をかけた絵を描かないように要望、指導をされています。これは小説でもアニメでも同じということです。2014年にはテレビアニメソードアートオンライン2にて銃器監視を担当しており、2018年にはルパン三世パート5にて初のアニメ脚本を担当されました。ここでもさすがのシグサワ節、アニメの脚本監修では銃器や標準器、ライフルケースなどについて脚本段階で指示を細かく書き込み、銃器監修以外にもアクションシーンの絵コンテや音響の監修も務められ、さらにさらにまた先生自身が持っているモデルガンなどを資料としてアニメスタッフに提供されたこともあります。どんだけガチ勢なんだ渋沢先生。ちなみに本人曰く、締め切りなんてこの世からなくなってしまえばいいと思っているとのことです。正直ですね。作風に関しましては、デビュー作や雑誌に掲載する短編では現代社会を風刺するかのような偶話的な作品を多く発表しています。がその一方で、少年と少女の飛行機物語といった古典的な冒険ものも得意とされている一面もあります。渋沢先生曰く、読者層は小学生から高校生あたりが主であるため、難しい表現はなるべく避けているということです。私も昨日の旅を読んで確かにその通りだと思いました。ここからは私の個人的な意見になるんですが、先生の作品、社会の矛盾や闇に切り込んでいる割には非常に読みやすい文章なんですよ。また短編でありながらも実に考えさせられる物語が多く、やられたと何度も膝を打ちました。軽妙な文体に風刺的な小気味よさ、それらに快感を覚えた読者も多いのではないでしょうか。また著書の後書きや作者近影に毎回何らかの凝った仕掛けをすることでも有名であります。私もこれは完全に同意です。普通後書きは最後にあるものなのですが、先生の場合その常識はあまり当てになりません。時には後書きが巻の真ん中にあたり、時には小説の一番最初にあたり、あれ後書きがどこにもないぞ、忘れたな先生と油断させておいて、実は表紙カバーの裏面にありましたなんてのもあったりします。もうね先生、これ後書きで遊んでるでしょう。サイン会の時に一番多く言われたことが、後書き頑張ってくださいであったのもうなずけます。私もいつも期待して、あーやられたと楽しんでおります。後書き頑張ってください。ではまとめに移ります。軽快な文体で語られる文章がもたらすは風刺的な痛快さと面白さ、短編でありながらも考えさせられる物語の数々に虜になること間違いなし、重火器に関する造形は超一流、こだわりがすごいんじゃ、それが渋沢圭一先生です。はい、紹介は以上となります。概要欄には今回参考にしたページのリンクを貼っておきます。この動画で紹介しきれなかった情報も載せられていますので、気になった方はぜひご覧ください。そしてもしよろしければコメント、いいねボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローなどお気軽にお願いします。もしいただけたら私のモチベーション爆上がりです。よろしくお願いします。それじゃあまたね。カパンチョー。